こんにちは、グッドファーザー。なんかお問い合わせあったみたいじゃないですか。うん、視聴者さんとの交流が進むのはとってもいいことです。コメントをどんどん書いてもらえるような、そんな放送することと、あとはね、メールをいただいたり、そのメールに対して動画で返信したりってことを繰り返していくといいんじゃないかなと思います。これが一つ目にお伝えしたいことですね。いや、よかったですね。お疲れ様ですっていうことでございます。二つ目なんですけども、サラリーマン YouTuber J さんとのやりとりね、これもなんかポン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 キャッチボールみたいな感じで進むといいんじゃないかなと思います。お互い学び合えるものがあると思いますからね。うん、まあそういう感じでこの励まし合うというかね、うん、まあ動画のこう送りっこをすると、あ、やっぱ自分もやらなきゃいけんなみたいな感じで、それが、あ、まあ普通になっていくっていうんですかね。最初はね、プラスアルファで作業増えたなと思うんですけども、それが普通になってくると、例えば動画のやり取りをしていくとですね、そのやり取りを見てファンになる方も増えますし、そのイッシーさんとね、それからサラリーマン YouTuber さんのファンがこう行き来することにもなるんで、これもね、チャンネル登録者さんを増やしたりとか、いろんな気づきを得たりとか、成長するためにすごくね、早い、そしてたくさんの気づきを得ることができる、まあ、秘訣でございます。で、中間報告今回いただいたような形だったんですけども、5点にまとめてね、報告してみるっていうテンプレートを作ったらいかがかなと思ってますんで、このテンプレートの作り方をこれからね、ご案内します。5点、いつも中間報告するときは5つに絞って報告するぞというふうに決めていくと、報告もしやすいし、進捗も測りやすいってことでございます。ではまず1つ目なんですけども、期間ですよね。いつからいつまでに何をやったのかってことをはっきりさせることでございます。今回の報告は何月何日から何月何日ぐらいまでのことで、やったことを報告します。今回はこんなことをこの期間の間にやりましたっていうのが1つ目で、2つ目はその時にやったことで成果が出たものね、こんな成果が出ましたっていうことをやるんですよ。例えばチャンネル登録が何人増えたっていうふうな数値化できるものでもいいですし、こういうふうなやり取りがありましたっていうふうな数値化できないものでもいいと思います。できれば両方あるといいですよね。これが2点目。その1点目の何月何日から何月何日までの間にやったことっていうのが1つ目の報告。2つ目の報告はその間に自分が得た成果ですよね。その成果は数値化できるものと数値化できないもの、これに分けてやるといいと思います。で、3つ目は今回のトライで自分がね、感じたこととか得たものとか、あ、本当に良かったな、この力がついたんじゃないかなって思うこと、これをまとめていくことになります。で、4つ目なんですけども、4つ目はね、これからのことです。これから何をしたいかってことなんですよ。これから何月何日から何月何日あたりまでにこんなことをしてみたいんだということが4点目。そして5点目がその期間の間に今度はこんな成果を求めていきたいんですとか、チャンネル登録を何人増やしたいんですみたいなこととか、もっとね、質問がいただけるような、そしてその質問に回答できるような、そんなコミュニケーションを取れるような、もしくはね、質問したくなるような動画を作っていきたいみたいなことをやってみるといいんじゃないかなと思います。この5点ですね。いいですか、まとめますよ。ちょっとメモしてくださいね。1つ目がやったこと、何月何日から何月何日までこんなことをやりましたっていうふうなレポート。2つ目がその間にやったことに対して得た結果、成果、どんなものがあったか。3つ目はそのトライをすることによって自分がね、こう得たものですよね。どんなことを自分は感じたのかとか、実際に数値化できるような結果を得たのかってことです。で、4つ目がじゃあこれからどんなことをしたいのかなってことを目標を決めるということでございます。目標には期間と設定した数値的な結果が必要だと思いますので、何月何日から何月何日までこんなことをやりたいんですっていうふうに宣言をすること。そして5点目、最後がそのこれからやることに対してどんな成果を求めているのかってこと、目標をはっきりするってことですかね。はい、以上なようなもんでございます。こういうふうな感じで自分の進捗をなんとなくその時に感じたことだけをね、場当たり的にやるんじゃなくて、どんなことを進捗状況として盛り込んでいくか、報告していくか、自分に対して、メモライズしていくか、要するに記録していくかってことを動画で残していくといいんじゃないかなと思います。同じようなね、中間報告に、よってですね、まあサラリーマン YouTuber J さんとのやり取りをすると、まあ、いわゆるね、こう切磋琢磨が明確になるということもありますよね。はい、ということで今回は以上でございます。頑張ってください。ゴッドファーザー。